今回のテーマは春に気をつけたい感染症。今日は鳥取県立中央病院の椋田健吾さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。感染症総合内科の椋田健吾です。よろしくお願いします。はい、感染症がテーマですけれども、有名なところでいくとインフルエンザとか冬のイメージですが、今気をつける感染症があるんですね。そうですね、春や秋に活動が活発になるマダニが媒介する感染症があります。具体的にはつつがむし病ですとか日本紅斑熱、SFTS といった感染症があります。それぞれどういった症状がありますか？そうですね、共通するものとしましては全身倦怠感、発熱、頭痛といったものが見られますが、つつがむし病と日本紅斑熱に関しては紅斑、皮膚のブツブツですね。そして SFTS に関してはそれらに加えて消化器症状、意識障害といったものが出る方もいらっしゃいます。これらは治療が遅れた場合は重症化したり死に至ることもある可能性のある病気です。これだけ見ると、発熱とか頭痛っていうのは風邪とよく似た症状ですよね。そうですね、ですのでこの症状だけではなかなか病気に気づけない、もしくは普段と違うというのが気づきにくい方もいらっしゃって、マダニに噛まれたことが分かってない方の場合にはなんだか調子が悪いんですけどということで、それだけで病院に来ることも多いです。なかなか気づけない中でどういうことに気をつけていったらいいんでしょうか？そうですね、マダニが生息するのは草むらや藪ですので、それらに注意していただくことですとか、あとは肌の露出を少なくするということがポイントです。なるほど、これからの季節ちょっと、暑いという可能性もありますけど、それでもやっぱり草むらや藪に行くときはここにもありますけど帽子をかぶって頭を守るですとか、あとは首も出るのでしっかりとタオルなどで肌を隠すと。手もね、今ちょっとここは軍手を用意したんですが、しっかりと軍手など手袋をはめるっていうことも大事ですよね。そうですね。あと服の着方で何かありますか？そうですね、これらに加えまして、あとは上の服の裾をズボンに入れていただくですとか、こうしっかりということですね。そうですね、あとは同じようにズボンの裾もですね、長靴の中に入れていただくことが重要かと思います。長靴の中にしっかり入れてマダニが入ってくるスペースをなくすということですね。そうですね、他にもこう服装の注意はありますか？はい、他には明るい色の服を着ていただくことでマダニを確認しやすいということができるでしょうし、お家に帰られた後は入浴をしてマダニがついていないかどうかチェックするということも重要です。このように注意するポイント、脇の下、足の付け根、手首、膝裏、胸の下、頭、特にこういうところに注意した方が良さそうですね。そうですね、それでもし噛まれているっていうのを見つけたらどうしたらいいんですかね？そうですね、マダニ類の多くは人や動物につきますと数日から10日以上吸血すると言われています。無理に引き抜くと一部が残って化膿したりですとか、あとは体液が逆流する恐れがありますので、皮膚科をはじめとする医療機関に受診をして取っていただく相談をしてもらうのがよろしいかと思います。なるほど、こんなに長期間いるということは噛まれた後じゃなくて今噛まれているという状況になることもあるわけですもんね。そうですね、必ず医療機関に、そして数週間程度は体調に注意というのもありますね。そうですね、特にマダニがついているというのが分かった後に発熱した方の場合には、そういった情報も添えてですね、医療機関にご相談いただくというような情報になるかと思います。わかりました。これからの季節、キャンプですとかハイキングですとかね、外でのレジャーも増える時期ですから、皆さんぜひ気をつけていただきたいと思います。さあ、そしてこのように気づきにくい感染症、鳥取県立中央病院ではこの感染症に特化した新しい診療科ができたんですよね。そうです、この春4月から感染症総合内科という科が開設されました。感染症は調べるポイントが絞りにくい、複数の臓器にまたがるような特徴があったり、病原体自体が肉眼で見えないものが大半だったりもしますので、そういった観点から診断診療が難しいという側面もあります。ただそういったものに関して感染症の広範な知識と医療のツールを用いて見える形にしてですね、患者さんの健康に資するような診療ができることが貢献につながると考えています。わかりました、ありがとうございます。
今回はここまで、鳥取県立中央病院の椋田健吾医師とお伝えしました。